はい、こんにちは。すくきわかめと申します。それでは、アイマナビザーマジックガールですね。続きをやっていきたいと思います。前回、スケロクを倒しまして、今回、いよいよね、ワルプルギスの夜に挑戦することになります。まあ、まだね、裏ボスがいたりするみたいなんですけれども、一応、表ルートのラスボスだと思うんで、行ってみましょう。はい。お。こういう感じなの。ああ、いいね。はい。はい。罠っていう罠はどうやっていくの？飛ぶ？え？あう！下がってくれんのか！ホムラちゃん、過去に戻れるんだよね。罠にかかってばかりのバカな私を助けてあげてくれないかな。よし！ん？あれ？セーブ。どうした？どうした？ん？セーブができないぞ。あ、できたできた。びっくりした。下か。こういう感じなの今度。君たち人類だって、いずれはこの星を離れ、僕たちの仲間入りをするんだろう。どういうこと？長い目で見れば、これは君たちにとっても、得な取引のはずだよ。バイキューベ。あんな風になるの？あ、出た！これ。はっ。これほんと苦手なんだよな。はい、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 はい。よっしゃ、いった、なんだかんだで。オッケー。ほい。ここもソウルジェムあんのかな？しらみつぶしに行っといた方がいいのかな？はい。は。はい。ここ怖いな。ちょはい。ここ。は、あぶね。死にたくないでござる。オッケー、あうもう戻れねえしっていうか納豆配置がすげえいっぱいあんだけど、恐怖でしかないんだけど、あそこにセーブ欲しいな。あぶね。で、ここ登ったらもう降りれないから飛ぶしかない。あぶね。ちょっと、え、ちょ、マジでさ、あそこ怖いな、本当に行きたくないな。はい、はい、次。ここかな、すぐ来ないんだよな。はい、あう、ほんと俺なんかにワルプルギス倒せたら誰も苦労しないんだよな。はい、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 よっしゃ、いった、セーブ。なんかすごいな、急にこれまでとなんか感じが変わってきちゃったけど。はい、ここ、上下針になるの、水中の。さすが最終ステージ、難しいなこれ。はい、ここだよな、本当にここ。逆にここ抜けてった方が簡単とかない？あう、行ったのに。ここまでは全然いいんだけど、やべ、あぶね、行った、やっと行った、すっげえ時間食った。はい、水中の EV ですね。ワルプルギス以上にここの方がむずかったりして。あ、行った。で、また、あぶね。はい、死にたくないな、ここ。あぶね。人間よりはマシだと思っていくしかない、これ。は。よし！あ、行った！やっと行った！あれ？これ！このステージなんか見たことあるぞ。あれ？これカミリアじゃない？これカミリアであったな。はい。はい。あう！そうだった！はい。はい。こ。オッケー。あ、うん。そうだ。なんかもう全然覚えてないけど。ん？ちょっと待って待って。あう。で、いや斜め針になるのか。むずくない？え？は、
はい、あぶねえ。で、どうやっていくんだっけ、これ。どうやっていくんだっけ。なんかあった気がすんだけど。そうだよね。ゆっくり落ちてくんのか。だから、あう、飛べなかった。にゃー、あぶねえ。こっから撃てないんだよな、あれ。はい。ここで死にたくない。死んだ。で、こう。はい。よっしゃ、やっと行った。ここ結構死んだ記憶が危ねえ。死んだ記憶があるんだけど。うわ。そうか、カミリアさんがやってたやつなんだな、これ。はい。あ針が横に飛んでくるってことは、あそこでジャンプ入れればいいかな。はっ。オッケー。ここも鬼門だな、ほんとに。え？ちょっ勢い。こういうのは勢い。はい。こう、よっしゃ、いった。セーブが遠いんだけど。死なない？死なない？なんかあるな、あそこ。はい。すべての魔女を生まれる前に消し去りたい。窓か。すべての宇宙、過去と未来のすべての魔女をこの手で。ほんとね、概念になっちゃうからな。これは、こっち行けばなんか総理でもあったりする？まあまた戻ってくると思うんで、先進んでみましょうか。って思ったらもうボス戦だよ。そうか、カミリアのステージ3かなんかでもいたな、ワルプルト。を撃つと当てられるよってことか。ちょっと爆発すんの、そいつ。私の戦場はここじゃないってさ。コムラちゃんよ、何言ってんだい。いや、戦場ここだろう。はっ。もうとにかく連打だな、やっぱり。はい、この合間な基本ボス戦は連打ですね。はい、あう、あう。ちょっと待って。ワルプル全然食らってないじゃん。とにかく打ちまくるしかない。あう。強えぞ、これ。どうしたもんかな、全然食らわないんだよな、あいつ。めちゃくちゃ硬い。で、これ爆発するやつが本当に厄介なんだよな。ちょっと。で、これ、鉄球、黒いの自分で撃ったやつ当たっても死ぬのかな。え、こいつ撃てば、あ、撃って倒せんのか。ちょっと。撃って倒す分には、やべ、爆発しないから、あいつ下がってきたところ、撃つ方がいいのかな。え、ちょっと待って待って。はい、オッケー。上の方のやつは爆発させちゃっていいかな。下の方に来られたら至近距離はやばいから、至近距離は撃って倒す。はい、それでいこう。だいぶ減ってきたは減ってきたけど、もう半分ぐらいになってる感覚だったんだけどな。やべ。はい、これまた手こずるな、多分。やべ。はい。はい。2発か。なるほど。やべ、危ね。爆発される前に、オッケー。はい。なんかそいつらしか来ないじゃん。まどかちゃんみたいなシルエットのやつ来ない。やべって、おい。やべ。はい。やべ、危ね。ちょっと、全然ワルプルどころじゃない、これ。おい。にゃー、これ。しっかり見てけ。パターン変わんのかを、見たいな。やべ。オッケー、悪くない。危ね。落ちなさい。少し分かってはきたけど、このちっこいやつら相手してれば勝手にワルプルにもダメージ与えられてっから、
本当の敵は、こいつらだな。で、やばいのが、この爆発するやつ。まどかちゃんみたいなやつは全然大丈夫だから。はい。あぶね、あぶね。至近距離で爆発されるのが一番やばい。半分過ぎたら、あぶ、うわ、やべ、深追いしすぎた。これまずい、にゅー。初めて半分近く来てるけど、どう？パターン変わるか。それだけ見て、死ぬにしてもそれだけ見たい。ほら。一発入れて撃つ。はい。ゲイ。上にいる分にはもう全然爆発してくれていいから、やべ。やばいな。こいつらばっかりだとまずい。まどかちゃん出してきてくんないかな。はい。はい。あぶね。よし。どうだ、パターン変わんないか、これ。ちょっと待ってよ。ほい。やべ、あぶね。ちょっと。パターン変わんないっぽいな。で、あれば、もうずっとこれだけだから集中力の問題だな。これ倒せないかな。はい。いける、絶対いける。あぶね。にゃあ。うおー。めちゃくちゃ強いな。すっげえ死ぬ。はい。真ん中目で撃ってる方がいいのかな。なんか、せっかく撃ってもね、上まで上がんないで下がってきちゃうことが多いから。はい。あぶね。あぶね。もうどんどん撃ってこう。じゃないと削りきれない。まどかちゃん硬いんだよな、あれ。やべ。まとまって爆発されるのが一番やばい。オッケー。オッケー。上の方でほんと破裂してくれれば全然避けられっから。まだ、まだ3分の1ぐらいか。もう半分以上与えてる感覚なんだけどな。一番硬いっていうよりもやっぱ攻撃が届いてないんですよね。ちっこいのに遮られちゃってる感があるから、あぶね。そろそろ倒したい、これ。当たんないな、オッケー。はい。お片付けをしないといけないから、こう。あぶね。こればっかじゃない、こいつばっかなんだよな。おって、あとちょっと。あぶね。いけなくはない、いけなくはない。はい、もうすぐ半分。結構ね、あとちょっとっていうところまで追い詰められるんですけど、どうにもね、集中力が切れてしまう。あぶね。こんな強かったんだな、やっぱ。はい。いや、強くはないんですけど、そんなに。硬いから、かなり長期戦なんですよね。やっと半分か、こんで。あぶね。ほんとちっこいのの相手してたら勝手にワルプル倒してたみたいな、それが理想。はい。オッケー。オッケー。はい。ほい。いいね、いいね。悪くない流れ。結構スムーズに処理できてるから。こいつがね、上の方にいれば全然連打してて問題ないから。よし、ようやくあと3分の1ぐらいか。頼むぜ。結構この辺で死ぬこと多いから、深追いはしない。やばくなったらバスターで倒す。はい。
なんかもうとにかく攻撃しまくってる感じがもう本当ワルプル戦って感じですよね。もう矢継ぎ早にホムラちゃんも次々攻撃してましたから。はいはい、あれ当たんない。オッケー、とりあえずこの3匹はもうしっかり処理しよう。話はその後。オッケー、やばいな、低くなってんな、すっげー時間かかるこいつ。はい、オッケー、あぶね、爆発怖い。はいはい、全然減ってなくないワルプル。はい、死にたくない、もうやべ、あぶね。はいはい、もうとりあえずこっち処理してだな、もう全部これじゃん。やべえ、進展がない。早送りになっちゃうから下手したら。はい、オッケー、全然大砲撃てない。よし、はい、行っちゃおう行っちゃおう今。そう、やべえ、危ねえこれ。ちょはい、危ねえ。当たり損じて落っこってきたやつに2発目が当たって破裂されることもあるから注意だな。あとちょっと、危ねえ、ほんと同じこと繰り返すだけだから。あと押し切りてえなーこれ、危ねえ、頼む、ここいいなで決めよう本当に。やべ、これは普通にバスターで倒す。悪くない悪くないから、あとちょっと、やべ、深追いはしない。はいはい、本当にあとちょっとだな。オッケー、今ここまだダメか、あとちょっとか。くそ、死にたくないぞこれ本当に。頼む、もうこいつ処理して連打だな。ここダメだ、はい、危ね危ね、怖い、やべ、危ね危ね、まだダメ？お！倒したっぽい。めっちゃ手こずったこれも。硬いって。どうなるどうなる？第二形態あるか？ん？あ、倒したっぽい？ん？ダメージは与えたはずなのに。ダメか。ワルプルディスの夜はひるむ姿さえ見せない。一筋縄じゃいかんな。またワルプルディスの夜に負けるのか。ってことはやっぱ裏ボスがワルプルかな。この時間軸での戦いを諦めかけていた。うん。その時、一人の少女がインキュベーターと契約した。窓か。マジか。いや、お前かい。え？これ当たったら死ぬ？取っていいのかな？ソウルジェムだけど、あ、最後のアイテムを手に入れた。ステージ4クリア。最後のアイテム、あ、じゃあソウルジェムはここでエンディングルームが開通された。隠しアイテムをすべて集めると隠しルームが出現する。はあ。隠しルームの選択の仕方はエンディングを見てくれと。あ、じゃあ、道中にあるわけじゃなかったのか。終わったな。あなたのためなら私は永遠の迷路に閉じ込められても構わない。嫌だぜ。あ、一応クリアはしたんだな、じゃあ。バイ、アケミホムラ。うん。え？アイテム取った扱いになってないけど。どういうこと、なんだろうな。
でも一応クリアにはなってますし、エンディングも出てるし、どうしよう、エンディング見るだけ見てみますか。マリアだな。大丈夫かな、著作権。ステージイントロダクションと、いや面白かったな。リプコンさんもマドマディ好きだったんだろうな。うん、最初がバラ園の魔女結界と、でこいつゲルトルートって名前なんだな。でお菓子の魔女、難しかったですねここのステージ。シャンロッテ HP も書いてあんな。でも人魚の魔女スケロク、まさかね相打ちになると思わなかった。オクトビアって言うんだなこいつ。 HP150 万じゃん。道理で硬いわけですね。で、あ、暴風圏っていうステージ名か。ワルプルな、ワルプル体力どんぐらいあったん。え、200しかないの。あ、やっぱちっちゃいのに遮り慣れてたから与えられなかっただけなんですかね。めちゃくちゃ硬く感じたんだけどな。で、エンディングルームへの行き方っていうのがこのエンディングでわかる。うん、いや面白かったな。どんな感じなんだろう。これで終わりますけど、うん、どうなる？ん？あ、何も出ないな。あー、やっぱソウルジェム回収してないと出ないのか。オッケー、じゃあとりあえず今回このくらいにして、次回残ったソウルジェム集めですかね、やっていきたいと思います。それではここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。